はあ？俺の母さんをバカにするのか。こんな家出ていくわ。勝手にしろ。次期社長の妻としてもっとふさわしい女になれよ。いや、出ていく発言した時点で次期社長の座もなくなるってことだってわからないのか。まったく学力があっても頭がいいとは限らないんだな。私の名前はマリ、28歳の会社員。私は現在両親と婿養子となった夫のアキラと4人で暮らしている。私の父は会社経営をしていて、業績も長い間好調だ。しかし一人娘である私が会社を継ぐ気がないので、父はどうするべきか悩んでいた。そして父は私が付き合っていた彼氏に目をつけた。私の彼は東大卒で、当時大手企業で働いていた。まさに会社を継がせるのに適任な経歴。そう考えた父は早速彼に近づき、次期社長として出迎えるので、よかったら娘と結婚してくれないかと打診。彼はもともと結婚するつもりだったらしく、父が後押ししたような形で私にプロポーズ。私も彼のことは好きだったし、20代のうちに結婚したいと思っていたので承諾。しかしこれが私にとって間違った選択となる。私との結婚後、夫はすぐに父の会社に入った。東大卒で大手企業の経験もあるエリート、しかも次期社長という肩書きは社内でも一体どんなやつなんだと、夫が入社する前から夫の噂で持ちきりだったらしい。夫との生活は多少の衝突などはあっても、それなりにうまくいっていた。だがそれでも私が唯一懸念していることがあった。それは夫がマザコンであること。マザコンであること自体に問題があるわけではない。ただそのせいで何かと面倒なことが起きているのが問題だ。まず夫は必ず毎日仕事後に義実家へと立ち寄る。会社と私たちの家の間に義実家はあるので、立ち寄ったって構わないのだが、毎回1時間くらい座るのだ。そのため残業をしているわけでもないのに、一人だけ帰宅が遅くて食事を一緒に取る機会が少ないし、なんならせっかく私が晩ご飯を作って待っているというのに、義実家で食べてきたと言って私の料理に手をつけないということもあった。さすがにそれはひどいということで注意したら、事前にご飯がいるかどうかの連絡はしてくれるようにはなった。だが逆にそのせいで、堂々と食べてくると言って義実家で食事を済ませて家に帰ってくる頻度が増えてしまった。これじゃあ何のための同居かと疑問に思ってしまう。そして夫のマザコンエピソードはまだまだある。夫は朝と晩必ず義母に電話する。しかも朝は早いし夜は遅い。寝室で電話をされるのでうるさい。それに猫なで声で義母と話しているのもちょっと気色悪い。ある時私がうるさい、眠れないと怒ってから、基本的には2階のバルコニーで話すようになったんだが、冬場の寒い時などは電話しながら寝室に戻ってくるので、結局寝れないのだ。ちなみにどうして夫がマザコンになったのかというと、幼少期からの熱血的な教育指導にあったようだ。やっぱり息子を東大に行かせるほどなので、それはそれは教育熱心な母親だったそうで、四六時中一緒にいたらしい。その間義母はただひたすら息子を褒めてあげていたらしく、夫はそんな義母の喜ぶ姿を見たくてどんどん勉強を頑張っていったとのこと。まあ東大にまで行って成功したわけだから立派だとは思うが、まさかその弊害を私が受けることになるなんて。
そして夫のマザコンぶりのせいで私は常に義母と比較される。夫はことあるごとに母さんの場合はとか、母さんはもっとこうだとか、何でも義母を引き合いに出して私を否定する。この前なんか私が作った料理を母さんの味と全然違うと言って一口しか食べてもらえなかったほどだ。私はさすがに我慢できず父にこのことを相談した。父は夫が朝晩に電話したり帰りが遅いのは仕事に関することだと思っていたらしい。全部義母とのコミュニケーションの時間だと伝えるとずっこけていた。母親思いなのはいいことだが、度が過ぎるとさすがに目に余るな。どれ、ちょっと私が釘を刺しておこう。父がそう言ってくれたので、これで少しは改善されるかと期待した。しかし、現実はそう甘くはなかった。ある日の夜、父に注意されたのか、夫は機嫌が悪い状態で寝室に入ってきた。お前、お父さんに何か言っただろう。だって、あなたいつも母さん母さんって言って、全く家のこと考えてないじゃない。母親を大事にして何が悪いんだよ。度が過ぎてるってこと。もう少し私やこの家の人たちとコミュニケーションを取ってもいいんじゃないの？取ってるだろうが。本当にそう思ってるの？あなた全然私たちの会話に入ろうとしないじゃない。それにスマホばかりいじってると思ったらお母さんとの LINE だもん。まるで友達感覚でいる娘と母親みたいな感じ。あなたと同じくらいの熱量でそのやり取りをしているお母さんもどうかと思うわ。はあ？俺の母さんをバカにするのか。こんな家出ていくわ。勝手にしろ。次期社長の妻としてもっとふさわしい女になれよ。いや、出ていく発言した時点で次期社長の座もなくなるってことだってわからないのか。まったく学力があっても頭がいいとは限らないんだな。夫は荷物をまとめ始め、そのまま家を出て行った。まあ、どうせ義実家に帰って、ママに愚痴を聞いてもらうんだろう。夜遅くに玄関の開く音が聞こえたので、心配した父が寝室を訪ねてきた。あれ、アキラ君は？怒って出て行ったわ。どうせ実家に帰ったんでしょ。なんだと？はあ、まったく。思っていたよりも問題は深刻なようだな。父は夫のことを信用していいか相当に心配になってきたようだ。確かにあの夫のことだ。自分の母親のことを優先して何か問題を起こしかねない。そしてその心配は最悪な形で実現されてしまった。問題が起きた日、夫は家には帰っておらず、会社もすでに退社していた。義実家の家の番号にかけてもつながらない。そしてその後、何度か夫のスマホに電話をして、ようやくつながった。ちょっと、あんた今どこにいるのよ。なんだよ、何度も電話してくんなよ。今母さんの誕生日のお祝いをしてるんだ。はあ？誕生日祝い？あんたね、自分がどういう状況か分かってんの？なんだよ、意味不明なこと言うな。今日は滅多に来れない高級料理店で母さんに美味しい料理を食べてもらってるんだ。邪魔をするな。私が騒ぎを聞きつけて夫に電話をするとこの返答。もうどうしようもないと思っていると隣にいた父が電話を代われと言った。もしもし。お父さん、どうかしましたか？私は君のことを買いかぶっていたようだ。やっぱり表面的な肩書きだけで人を判断してはいけないようだな。え？一体何のことですか？高級料理店にいるのか。そんな食事ができるのもこれが最後かもな。え？君は解雇にするからもう来なくていいよ。え？ちょっと、どういうことですか？母親を大事にすることは構わない。
だがそのせいで仕事をおろそかにし会社に大損害を与えるような奴は私の会社にいらないんだよ。大損害？僕がですか？ちょっと待ってくださいよ。そりゃ何かの間違いでしょう。だって僕がミスをするはずありませんし、そのおごりも今回のミスの原因の一つかもな。 A 社とのやり取りは全て君が担当していたよな。え、ああ、はい。取引について詳しくやり取りしていました。今日会社に送る予定だった内容が全て B 社に送られていたぞ。え、そんなはずは。 B 社の方がとても親切な方で、すぐこちらに連絡してくれて大事にはならなかったが、 A 社の機密情報が全て B 社に流れたんだぞ。他の社員の話によると、君は今日母親の誕生日だから定時で上がると息巻いて急ピッチで仕事を進めていたそうじゃないか。 A 社とのやり取りについては定時ギリギリになって少し焦っていたそうだな。そのせいでこんなありえないミスを犯したってことだろう。申し訳ありません。君が謝るのは私ではなく A 社の人たちへだ。だが A 社の社長は君の顔は二度と見たくないと言っている。私が何度も頭を下げて何度か取引は続けさせてもらえることになったが、問題を起こした君をこれ以上この会社にいさせるわけにはいかない。それじゃ私の次期社長というのは、そんなのありえないに決まってるだろう。君はクビだ。お父さん変わって。もしもし、これで分かったでしょ、あんたの悪いところが。それにね、社長になれないとか会社をクビになったとか関係なく、妻よりも母親を優先するような人とは結婚生活は続けられないから、さっさと離婚してちょうだい。そんな。夫はすぐに私たちの家にやってきて土下座をして懇願していたが、もう許せるわけもない。離婚届を突きつけて目の前で記入させた。父は今回のことは相当に頭に来ていたようで、 A 社に支払った損害賠償の金を元夫に請求。元夫は仕事も家庭も失った上に多額の借金を背負うことになった。そして今回の件は同業種の会社に広まったため、元夫は再就職先がなかなか見つからず、結局学歴の必要ない低給のブラック企業に転職したそうだ。そこでは東大ブランドも全くの無意味で、高卒の理不尽な先輩にこき使われ、心身ともにボロボロの状態なんだとか。まあ自業自得だから同情はしないが、一方私は今回のことがきっかけで父の会社を継ぐのは私しかいないと腹をくくった。現在の仕事も好きだが、私が好きなのはそのジャンルであって、その会社にこだわっているわけではない。それならば私が会社を継いだ上で、いつか新規事業として私が好きなジャンルの仕事を始めればいいのではないかと考えた。父も私の考えに賛同してくれて、ちゃんと利益を維持したまま新規事業を始めるのは構わないと後押ししてくれた。そして父は私が継ぐと言ったことがとても嬉しそうだ。今まで自由にやらせてもらった分、これからは親孝行していかなきゃなと思いながら、現在私は父の会社で新人としてたくさんの先輩から仕事を教えてもらっている。私が社長になったら父の時よりももっと大きい会社にしてやると熱い闘志がみなぎっている。さて今日も仕事を頑張ろう。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。